ダハケニアっていうアフリカの のブランドを立ち上げて。あ、ちょっとすみません。チャロブラ。ナマステエビバディ。どうも、チャロブラなんちゃんでーす。はい、ということで、はい、今日はスペシャルゲストの方が来ていただいてます。アフリカ、ケニアから来ました、川野理恵です。よろしくお願いします。今、インドのムンバイにいます。ケニアで何やられてるんですか？あ、ケニアでは、去年の12月ぐらいにラハケニアっていうアフリカ布のブランドを立ち上げて、今、そこの代表をやってます。すごい。なんでこういう、今言っちゃっていいかな、アフリカ布っていうアフリカンプリントの布がケニアにたくさんあるんですけど、こういうピアスとか超かわいい、たくさんあるの。いっぱい見せて、ちょっとこれも見せたい。こんなたくさんあるの、ほら。とにかくもうこういう派手で鮮やかな色の、アフリカ布ってものがあるんですけども、これを日本の皆さんに届けたいと思ってラハケニアっていうブランド立ち上げて、今そのプロダクト作って、皆さんにお届けしてます。すごいですよ、はい、これだってケニアで作ってるらしいっすよ。そうだ、メイドインケニア、全部ケニアで作って、ケニアの職人さんが。すごいっすよね。可愛いでしょ。可愛い。だってこういうのから男性も可愛いと思う。なかなか日本手に入らないですよね。そうそう、だったりとか、なんか あっても、なんだろう、派手すぎて自分にはちょっとっていう人が結構多いと思うんですよ。でもなんかこういうの身につちょっとチャレンジしようと思って、こういうの身につけるだけで結構気分が明るくなったりハッピーな気持ちになるんで、そういうなんか人目とか気にせずに自分らしい色とか柄を使って自分を表現してほしいなと思って、今回ブランド名もそういう思いが込められてるんですね。そうなんです。ラハっていうのがスワヒリ語で Be Happy っていう意味なんで、ちょっとハッピーな気持ちになってもらいたいです。あ、ちょっとすいません、ケニアさん、あ、なんか来た男子です。どうも、アッターズさんです。アッターズさん、どうも、お願いします。ちょっと待ってください、これめちゃめちゃおしゃれやん、これすごい、なんやねん、これラハケニアで出していまして、実は新作でございます。新作です。これはこうやって開けて、こういう感じで、これも下地がね、おしゃれな、そうそう、アフリカのなんです、これも、これがね、こうやって入って、これをアフリカの超イケてる女の子がこう自分で縫って作って、オリジナルロゴもありますよ、ラハケニアロゴ、そう、これも、そして、これちょっと着てる T シャツ、ちょっとこれ、これですよ。アフリカシャツ。え、私でそうですか。照明大丈夫ですか。これはもう体勢ちょっとおかしくないですか、これ。体勢が。おかしい。アフリカを背負っていきましょうっていう意味を込めて、ガッとアフリカ。赤に白文字はいいっすね。いや、めっちゃ可愛い。ね、で、このシマウマ。シマウマが、これが本当。これは職人さんの技術なんです、もう本当に。この布がこう違うんですけど、ちゃんとポケットにね、そう、これだってケニア人作ってるんですよね。ケニアの方がそうなんです、作ってるので、はい、ちゃんとこういうそのままの、あの、この柄の位置も崩さないでねって言ってやってるんで、そう、それは結構頑張ってると思う。これあのね、皆さんご存知かもしれない、あの今日ヤバいやつになったって YouTuber の方とかが着てるという、そうそう、今つぼわさんが、あのつぼわさん、あのつぼわさん、ね、あの知る人ぞ知るつぼみたいな。そう。で、なんかそれはこれはもう限定販売してすぐに1時間半ぐらいで完売しちゃったんですけど、でまた8月以降から制作開始する予定です。はい。はい、すごいですね。これをケニアで作って、そういう指示も全部やられてるんですもんね。いや、もうそうなんです。英語話せないけどなんか頑張ってやってます。これを着たことによってすごい体軽くなりましたし、すごくあの歩くスピードも速くなりましたね。いや、うさんくさい。じゃろうな。ラハケニア初めてのポップアップストアを日本上陸です。6月29日土曜日、渋谷株式会社リブさんっていうところのオフィスを借りまして、11時から16時までやってます。来てください、ぜひ来てください、はい、アッターズのステッカーももらえるんですよね。はい、あの先着アッターズもしくは今日やばいってやったを見たといった方には先着順で、ね、ステッカーがもらえるというね、これあのアッターズのアツシさんとデザイナーさんが作った、貴重なステッカーですね。これ
申し上げますので先着10名様ぐらいですね、はい、ぜひ来てください。ぜひ11時からです。概要はねこの辺に概要欄に貼っておきますので、はい、概要欄貼っておきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしく。ケニアのレイさんもね、あの新しい YouTube チャンネルの名前を募集します。そう、私 YouTube 始める予定なので6月の末にはアップする予定です。そこではラッケニアの商品とか、はい、商品について細かく説明しようかなと思ってます。なるほど、はい、かわいいっすね。そう、今花があるありがとう。終始僕ニヤニヤしてます。いやいやいや、レイさんを見たらありがたい、はい、ちょっと我々酔っ払ってますけどすいません。ジャロラ、はい、ではぜひ渋谷のポップアップストアラファケニアさん行ってあげてください。次は渋谷で会いましょう。はい、せーの、チャロー、バイバイ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。